はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。キャプテン翼2、ライブ配信始めていきましょう。南葛高校の全日本高校サッカー選手権かな、こちらの4回目となります。いつも通りツイッチで配信しております。ツイッチアカウントフォローリポス、ツイッチアカウントフォローお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロープリーズ。そして、アーカイブは YouTube にアップロードいたします。 YouTube のプレミア公開2日後3日21時頃を予定しております。ぜひ見てください。 YouTubeチャンネル登録、高評価をお願いいたします。 This Live Archive Upload My YouTube Channel Two Days After My YouTube Channel チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。 TwitterX My Account Please Follow リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、では始めていきましょう。これ再び松山くん率いが中心となるフラー高校との一戦ですね。松山くんがもう、そうですね、松山くんは怖いのはやっぱりね、ワンツー攻撃となだれ込みですね。これで一気に突破されてゴール前まで行かされてしまいます。これを本当に注意しないといけない。なるべくボールをキープしとかないとね、インターセプトを食らうからな。あ、逆に、いやでもワンツーどうかな。9番と2択ですね。さ、もう結構ゴール前まで行ってます。これシュート、どうかな、決まりました。結構簡単に決まりましたね。逆に相手の得意戦法をこちらがやったということですね。心理的攻撃も兼ねます。さあ今度はフラのキックオフ、早くボールを取りに行きたい。だって速攻がありますからね、相手はなるべく邪魔をしたい。このワンツーが怖い。嫌がっただけ。こうやって壊る、ねえ、こぼれ玉になった。どこ、ここに松山くん渡っちゃうのかよ。おお、シュートされるか。
ダメでした。前に出ちゃダメだったのかもしれない。裏の速攻ですね。しかしそれを防ぐ方法がないっていうのが本当に困ったもんですね。ワンツーされてゴール前まで行かされたらで松山君に渡っちゃったらどうしようもないよな。打つ手がないっていうことは言えます。ドリブル、え、あ、相手は反則か。あ、これがありますからね。パスはあんまり得策じゃない。さっきクッとワンツー、自分も上がりたいですからね。さあサイドから上がっていく。いや、いやワンツーだ新田クッと。さあこれ大丈夫か。いや大丈夫だ。さあ今ゴール前にいるのは9番と11番ですね。君に渡そう。やっただけ。さあこれスルーすることも可能です。見るほどスルー。これ渡ってくれりゃいいや。浦部君に渡った。超シュートです。ブラメクヘディングシュート決まりました。スルー作戦成功です。相手をうまく連れましたね。最後は浦部くんが。決めて2対1、再度リードを奪っております。さあ、行きましょう。さあ早く何としてもボールを取りに行かないといけません。お、美咲くんと対決だ、うん、気をつけろポケモンショック。あ、負けたか。さあこうなると止められないですからね。あ、ワンツーじゃなかった。いけいけいけ、あ、嘘でしょ。いやもう、あ、これだな。フラのコーナーキック、気をつけないと。森崎くんは身構える。石崎くんはこれクリアってどうしに行くんだ。パスカット、あとは2人はパスカット。こぼれ玉になり、そこは中山くんがいます。ちなみにパスできるかな。ゴール前結構集まってますね。
石崎くんに渡す。うわ、6番に渡っちゃったや。嘘でしょ。また祭りたーかよ。しか1対1になってしまった。飛び出しましょう。ここはあっとなんとするが、相手が越えてしまったですね。グラビックに渡る。ここはパスですね。どうしようかな。石崎くん、まあ普通に考えたら11番ですよね。翡翠くんへ。あっと早くも7番が来た。ドリブル危ない。あ、でも結構まだ守備いますからね。浦部くん、サイド浦部くんへ。あ、ダメだ、取られるかな。あー、フォローされた。これがあるからな。これシューツ、もうパッチングで防ぐしかない。オッケー。またピーチは続きます。いや、あんまり行かない方がいい。これだ。まだまだピーチは続く。度重なるピーチ。シュートに備える。相手のシュート力を飛び出さない方がやっぱりいいかな。また同点になってしまった。まあ、とりあえず美咲くんで頑張っていきましょう。浦部くんへ。ここで隙がない。あの藤井敷いてるんだよな。ここもやっぱりフラノの強いとこです。新田くんとワンツーでよかったかもな。じゃあ新田くんがワンツーするか。滝くんとワンツーできるんだ。さあ新田くん今どこにいるんだ。あ、結構ゴール前だ。誰もいないですね。残り3分50秒。やっちゃいましょう。シュート。はやぶさボレーシュート。勝負。吹っ飛ばされた。はやぶさボレーシュートだ。新田くんのはやぶさボレーシュート。決まりました。新田くんお見事。
コチンニーで決めましたね。結構このキャプツバテクモ版キャプツバは個人技大事かもな。必殺シュート、さあここなんとかあの点取られずに乗り切りたいとこですが、この相手のシュートからになるかな。謝っただけ、あんまり前に出たくないよな。なんで謝っただけ届かないか。おこぼれ玉、さあ誰が拾う。石崎くんだ。ここは中山くんに渡す。やばいな、敵が多いよな。敵の数が多いんだよな。もういきなりボレーシュートかよ。あーなんとか防いだが、コーナーキックです。さあここは防ぎたいが、松山君に来た。あえてこれでいきます。ナイス美咲くん。ワンツー、滝くんとワン、あ、滝くんじゃなくてもいいけど、でももう時間ないから多分間に合わん。一応シュートやる？クリアです。あ、そうですよね、前半終了となりました。まあ試合はこれチームデータ変えても意味ないですからね。後半開始です。あれでガッツは、美咲くんガッツがあまりないな。さあ1点リードです。中津ダメだ、松山くんに渡ってしまう。さあ新田くんと美咲くんがつきましたね。2人ともタックルでいきます。え、なんで、フリーキック、
また。なに？パス出しましたね。ワツーか。これシュートパンチング。なんとかこぼれ球に済んだ。お、中山くん。誰か来てる？一気に行きましょう。これ。あ、こぼれ球になっちゃったか。中津スローインです。いや、敵ばっかりじゃないか。あ、でも滝くんに渡った。チャンスですね。これこういう時はやっぱりワンツーワンツーです。新田くんとあんまり上がってこれないや。じゃあ今度は、あ、でもとにかく新田くんとワーツーした方がいい。今どこにいる？木杉くんがいる。トラップ。なんかスコーナーキック。今のも。いないかもな。伊沢くんへ。でスルーするとどうなんだ。スルーはダメか。じゃあ6番浦部くんへ。インターセプトされてしまった。だが2択がつく。そしてパスカットですね。弱まっただけだ。ダメだった。さあ中山くんがつく。タックル届かない。ワツワツを決められる。しかもキューバってどこにいるんだ。ヒリングシュート。なんで誰も守りに行かないんだ。石崎くん、これはもうトラップです。とにかく9番がいるけどな。とにかくなんかすごい壁が高いんだ相手のな。また高杉くん、敵を9番がすぐに対応。ここは石崎くんかな。なんでこぼれ球なるんだ。うわー、敵に渡ってしまう。嘘でしょ。いや、ダメでしょこれ。でも頑張ってパンチング。お、フラグ。いや、防ぎますね。しかしそういうのは松山君に渡ってしまうのはまずい。イーグルショット、これ無理だろう。ですよね。これで3対3かな。
もうシーソーゲームですね。行きましょう。滝くん。当然向かう。なんで。しかしキスイクがついた。パスカットに行きましょう。弱まっただけか。ボール本当にボールの保持力がな、相手と全然違うよな。ダメだ。キープ力、ボールを持つ力ってなんだっけ。タックルだ。勝負、勝負だ。美咲、あー、かさえた。なんでこう、あ、石崎くんだ。あ、ここシュートしませんね。6番がボレーシュート。美咲くん防いでくれ。 OK。 だがこれなんですよね、終わることはない波状攻撃。また今度は松山くんだ。森崎くんは身が入る。オッケー、防ぎましたね。だがボレーシュート。さあこれ森崎くん飛び出してないんで、いい状態を防げます。ナイス、森崎くんサポート。だがまだピンチは続く。え、森崎くん倒れてんのかよ。頑張れ。ああ、いや、あ、よかったよかった。今度は松山くんだ。身構える。クリア、フォロースカット、ブロック、かさえた。もうゴール前いるしかないですからね。もらった。勝負だ石崎。ああだろうな、石崎くん。まあリスクを取ったんですが、そうリスクがあだと出ましたね。あ、もう後半4分だ。さあこれ大事です。お、ナイス森崎くん。だがら今日森崎くんすごい頑張ってる。これでまた松山くん、ほんと松山くん、無尽蔵の あれですね。これだ、オーバーヘッドキック。え、
なんで誰も防げないんだ。え、今は何。ボールが破裂したせいでなんか勢いがシュートのその勢いが落ちたような感じですね。お、今度は中山くんだ。トラップです。さあもう時間がない。これ一気に勝負かけるか。いや、ワンツー作戦だ。伊沢くんともう攻めるしかないですからね。肉を切らして、さあ骨を断つ戦法。今度は新田くんと、サイドに2択とワンツーです。時間ないよな。もうさあ中山くんがゴールへ追いつかないな。新田くんへ、さあもうこれ勝負です。行きましょう中山くん。ダメです、取られてしまった。え、裏をかかれた。また長い攻撃だが、支えた。しかしここで後半終了となって、オーバーヘッドキックと、オーバーヘッドキックじゃない PK 合戦となります。アディショナルロスタイム結構長かったですね。だって残りアディショナルタイムになってから新田君らが上がって、で取られて、ですからね PK 戦となります。さあどうするかですね。岸田君、滝君、新田君、伊沢君あたりかな。だろうな。あー、裏かかれなかった。まあでも結局読んで読むかどうかなんですよね。あと粉ポストもあるからな。おっとナイス森崎くん。森崎くん本当に頑張ってます。裏をかいた滝くん。正面ナイス森崎くん。かなり有利になりました。美咲くんです。左隅動けません。さあこれ止めれば勝ちですが、裏を書かれた。さあ新田くん決めてくれるんじゃないかな。右隅へ、よっしゃ
4人がレベルアップですね。やっぱり今回の MVP は森崎くんですよ。ということで再度東邦高校ですね。はい、滝くん、伊沢くん、新田くん、奇跡くんか。まあ渡すなって言ってもしゃあないですからね。難しいよな。中津が先の攻めです。まあ、ここはまだ勝てないと思う。ボール回しを慎重にしましょう。ワンチャンスかけるしかないや。滝くんへ。これバックパス。え？いや、嫌わっただけだ。ザクがパスキャッチ。いや、ちょっとここ美咲くんに通しに行こう。どうかな。ソリマチくんが、あ、弱っただけだ。通った。高杉くんへ渡った。でも高杉くん DF なんで、ここはすぐに美咲くんに渡します。でここでワン、滝くんとワンツーかな。え、今どこにいるんだ。いや、ここね、トラップして、これ若島津くん抜かすのが良さそうな。え、こぼれ球になっちゃうんだ。まああとはスルー作戦もいいかもしれませんか。キスイくんか、新田くんへ渡そう。キスイくんへ、これだ、笑っちゃうんだ。ここに伊沢くんが、難しいな。美咲くんへ。お、沢田くんが来たが、トス返すね。さあ高杉くん、高杉くん、え、なんで。いや、無理でしょ。シュ、あ、でもシュート力結構あるんだ。あ、でも1対1になってもいいかもな。裏を書かれた。もう日向君に渡ってしまう。石崎君がブロックだ。当然勝負だ。石崎どけん、強引なドリブル来た。あら、吹っ飛ばされた。来た。敵は7番、完全に超えられてしまう。
弱っただけ砂漠に渡ってしまう。8番がシュートか、まあ、パンチングですよね。だから7番が取ってしまう。まだ、さあゴール前に集合です。秘策がついたか。これシュート。ここにサダクがいる。モイサク倒れている。スルー攻撃がなんとかピンチを逃れてしまえば逃れます。さあこれね、浦部くんに、木杉くんへ、岬くんへ。どうかな。8番は、嘘でしょ、まあ、ここら辺が強いとこなんだけどな。砂漠に渡ってしまう。石崎くん遠かない。日向くんに渡る。石崎くんだ。石崎くん対応できない。どんなの、どうしようもないでしょう。吹っ飛ばされた。さあ行きましょう。なるべくボールをキープしながら、回り込むようにして攻めるべき。ここはもうドリブルで突破。岬くんへ。あ、伊沢くんへ渡ってしまったか。まあ、どっちみち岬くんへ渡せばいい話。澤田くんへ。あ、澤田くんがカットして敵に渡ってしまう。そして一気に日向くんへ。止めろ。え、なにこれ。あっと、イカズチ進撃。もう完全に石崎くんは超えられてしまいます。もうそして2回目のネオタイガーショット、何もできませんが、こぼれ玉になった。助かった。
やりましたね。まあこうなるといかにね、石崎くん、ヒューガくんか。さすがにヒューガくん相手だと相手が悪いんで、ここはパスに行きます。いや、これトラップでいいと思います。中盤が近づいてる。そして近づけさせます。ヒューガくん、ヒューガくんってあれ、チーってこぼれ球へ、そこは中山くんがいた。ちょっとこれ伊沢くんかな、それ添町くんがインターセプトされてしまう。なほな、そしてもういきなりシュート、パンチング、ここは防ぎました。そして岸田くんへ、引き続きドリブルかな、難しい判断が。どうかな、なんか捉えそう、弱っただけ助かった。さあ美咲くんとワンツーです。今度は木杉くんとワンツー。さあ今度はパスを、これいい感じの線でつながってますからね。赤シワ族来た、知ってる。そこでスルーですよ。当然バランスを崩す。新田くんへ渡って、これは決めていきます。強烈なヘディングシュート。嘘、敵を4番にチャンスだと思ったのに。敵を4番がいるとは。浦部くん、ショートコーナー、伊沢くんへ。さあ伊沢くんゴール前だが、ただここでは決めないから、木杉くんがいて、新田くんの方が良さそうな気はする。新田くん行きましょう。笹田くんが届かない。あっと、さあ敵の5番がいるが、しかしこれを超えることはできた。さあこれどうなんでしょうね。トラップです。
ドリブル、嘘、吹っ飛ばされた。じゃあ無理ですね、ドリブル作戦は。クリアしますが、ヒューガクに渡った。え、嘘、なんつー縦パス力。さあ1点リードされを奪っております。ヒューガクどこにパスするんだ。え、シュートすんの。当然防ぎます。さあここを岸田くんに渡る。岸田くんは高杉君に渡しましょう。いいですね。でもうこれ思い切って木杉君へ渡しちゃえ。決まった、通りました、コンプリート。浦部君とワンツーです。最後のチャンスですからね、前半。あ、ダメだ、前半終了です。今回の今回のロスタイムめちゃくちゃ短かったな。美咲くんが742、新田くんが650と結構ガッツを残しております。さあ美咲くんつきました、タックルです。届かない。どこにいるんだ。もう高杉くんしかいない状況だもんな。おっと、高杉くんの反則、相手をペナルティーキックを与えてしまいます。さあキッカーはソリマチ君ですね。防いでくれ。お、読んだ。徒歩のコーガーキックになります。森崎君ファインセーブですね。
砂丘学にもう渡ってしまう。何としても止めないといけません。フォローってマークってことかな。これだわ、になった。いいですね。さあパスはできるのか。私渡れそう。あー、こぼれ球になっちゃったか。あ、中津をゴールキックですね。タキックに渡ります。これもう正面突破かな。2番に対してパス、あ、パスしてもいいか。イザクに渡りました。さらにこれもう美咲くんがいるんで、美咲くんにパス出しましょう。さあ美咲くんゴール前だが悩むな。一度来すぎくんへ。まあ、若島族は相手三角飛びありますからね。新田くんへ。うわ、捕らえた。さあ中山くんと伊沢くんがついた。でもここはパスカットなんですよね。いやー、それが地区にかさゆ。とにかくパスカット、ドリブルで上がっていくんだ、ソリワチ区って。まあパスカットですね。とにかくパスカット。え、なんで途方。フリーキックです。壁は左寄り。サダク、再度サダクに渡る。すぐに日向に渡っていきます。日向トレップ成功。着がついたがタックルかな。どけ、強引なドリブル、吹っ飛ばされた。さあ森崎くん、これね、シュートに備える。嘘でしょ。あと石崎くん、ナイス。大志くんのカバーです。石崎くん大志くんですね。さあここは敵に渡してはいけない。トリップできるのか。新田くんへ。あっと、まあ、この辺のボールキープ力はすごい。今度は美咲くんか。いや、ここはもう自分で持っていこう。3番とのワンツー。
聞くと待つ一点差ですかね。何せ決めれば同点なわけです。相手は追いつきません。チャンスですねこれで。こんなのもう突破するしかないわけですからね。おっと一回タキ君に渡してスルー作戦を取ります。当然若島族来ます。あ引っかかりません若島族。あダメですねスルー作戦通用しなかった。これなら直接美咲君が決めてもよかったかも。ちょっとやっぱり怯えすぎてますね若島津君に。日向君に渡ってしまう。タックルだ。当然強引なドリブル飛ばされてしまいます。おっとなんか上についてる。佐田君に一度渡す。あ早く戻れみんな。佐田くんがシュートですか。佐田くんもシュート力ありますからね。さあここ中山くんがでも添町くんが来ています。一回トラップかな。あーっと添町くんに取られてしまった。シュートに備えましょう。敵は7番に渡る。スルー攻撃でさらに森崎くんが。だがこれがスルー攻撃難しいな意外と。あともう時間がありません。もう5分切ってます。少ないチャンスを生かすしかない。一気に前進。美咲君に渡して美咲君にワッツーさせる。で美咲君にゴール前行かせて。そうですこれです。トラップ。翡翠君へこれ玉なっちゃうんだ。今度は新田君へ。おーっとチャンス。ヘディングシュート。新田君ねじ込んで決まった。なんと残りわずかのところで同点に追いつきました。勝てばこのシリーズ終わりですからね。さあ行きましょう。あと1分20秒しかないような状況です。
この東宝のあれをなんと、とりあえずはまずは防いでボールを取らないといけません。まあ全員パスカット、そいわちくんは結構行くからな。ここでパスを出して引き継ぎくんへ、しかし遠かない、佐田くんがワンツーか、そいわちくんにまたボールが渡る、そいわちくん自身がシュート、石田くんナイスカット。さあもう時間があまりないですがね、早うかも。いや高瀬くん渡った、これ美咲くんに渡して、え、なんで追いつかないんだ。さあもう、これ1対1で勝負です。ダメかやっぱり。お、すごい、あっとここでシュートしてよかったかもな。またも PK 戦ですね。え、ちょっと待って、ハーフタイム？あ、これ延長戦？あ、これ延長戦だ。延長戦終わった、両者合格、あの優勝じゃなかったっけこれ。膝くんへ、え、あ、びっくりした。ここはトライアウか。かさえた、帰るぞ。とにかくボールを取って取り返さないとどうしようもないですからね。お、勝負だ石崎。あ、また強引なドリブルが炸裂した。吹っ飛ばされた、何回吹っ飛ばされたんだ。ここも強引なドリブル。さあ日向君パスで敵を8番に渡りますね。身構える、パスか、パスする可能性もあるよな。いや、シュートいったか。これさっき防げんじゃないの？やばい！ねじ込まれた！
さあ行ってみましょう。ヒューガくんが岩畑だけ待つ。さあ浦部くんにパスが渡る。今度は木杉くんへパスを渡す。で木杉くんが待つ。新田くんと待つですね。さあ適用5番が来ましたが、トラップです。え、トラップはダメなのか。これヒューガくんに渡ってしまいます。さあこれ石崎くんが届かない。もうゴールに前には森崎くんしかいません。ここでタイガーショットです。厳しい。そう何度も抜かれてたまるか。死亡フラグ、あ、よく防ぎましたね。これシュート、弱まった。防ぐ。おお。だがまだピーチは続く。シュートなんや。すごいな。トナホーのコーナーキックになりました。本当に魂のセーブですね。さあもう前半がわずかになってきました。もうフォローですね。他はこれシュート、ダメだ、守れないんだ。決まってしまいました。厳しいですね。今度は森崎君止められることはできませんでした。伊沢君だ。
さきくん、いつもより調子に乗ってんじゃねえ。タイガーアタックなんてあるんだ。しかし際どいとこでかわしました。今度は反町くん、届きません。ワンツー行くか。キスギくんとワンツーです。さあもうこれ行きましょう。ジャンピングボレー、1点返したい。三角飛び決まらない。三角飛びを上回った。ジャンピングボレーシュートが決まって1点差に詰めました。いや面白いですね。相手を攻撃か。前半終了です。さあ今度は相手の東方側のキックです。まずはボールを取ることを考えましょう。高瀬くんと三崎くんがついた。いやこれ他方法あるんだっけ。ブロック強引なドリブルがまた決まった。勝負だ美咲。当然強引なドリブル。何吹っ飛ばされた。とにかく強い。そして連携攻撃。あっという間に石崎のみになりました。ちょっと待って、今なんか画面ブロックだ。くそったねー。届きません。シュートするな。パチよ。これ邪魔かな。伊沢くんだ。すいまちくんが来ている。厳しいな。それは地区が弾いて中津をゴールキックになります。伊沢くんへ。さあこれ相手のここで菊に渡して美咲くんに渡す。当たりました。さあ美咲くんが渡ってこれ
木杉くんとワッツーです。同点に追いつきたい。これ多分同点だったらあれじゃないですか。さあ4番が来たが、これはドリブルで突破当然です。お、ゴール前、仮にシュートとしたら三角飛びか、もったいなかったな。あの反則？今のちょっと、うん、パス回しの方が良かったかも。おっとガッツがあんまり美咲くん残ってない。1点ビハインドです。そしてヒューアクに渡ってしまう。負けられない、追っかけます。だがタイガーショットが、お、石田くん弱まったが、これは弱まったものはどうなる。届きません。ダメ押しのタイガーショットは決まってしまいました。残念。まあそうでしょうね。あー誰もレベルアップしなかったか。まあとはいえ前回に2対6で敗れた時よりは、差つ縮まったとは思います。次はちょっと厳しいとしても次の次で、なんとか勝ちたいですね。まあここはもう情報知ってるんでスコア面もいきます。あ違う、わ知ってる。キセイ君11、ミサキ君14、ニッタ君12、ミサキ君11、石崎君か、石崎君10しかないんだ。森崎君も10、この辺もレベルなかなか上がらないですよね。中津尾攻撃です。こぼれ球になってしまう。中間くんフォローです。美咲くんに思い切った縦パスを打つ。
当然松山くんに取られてしまう。またポケモンショック。伊沢くんがつきます。タックル行きましょう。反則を取られてしまいました。戻りたい。とにかく戻るべきです。敵を2番が飛び出そう。あースルーですね。4番にバックパス。お、3番にパスを回して、即座に8番へ。9番は早いな。まだボス、あと11番とか来てんのか。7番へ。9番が空いてるな。ちょっとスペース的には大丈夫だろう。敵を4番来たが、他がないからな。トラップ、ここは裏を書いて。ダメだ、松山君に渡ってしまう。これが怖いよな。でまた雪崩攻撃。石崎君がついつきました。イーグルショットだ。届かないか。決まってしまった。先生を許してしまいます。試合再開。どうかな。そうなんだよな。あ、でもこれ通りましたね、ワーツー。もう一回新田君と。ゴール前が近い。いないからもうシュート決めちゃおう。ジャンピングボレー、ガッツを使います。ジャンピングボレーシュート、届かない。ちょっと距離ありますからね。決まりましたね。早くも同点に追いつきました。さあ今度は富良野側です。さあどんどん戻っていきます。タックがつきます。つきまとう。
火災た。そんなに能力上がってないから。威嚇がつく。タックルかな。あーっと反則を取られてしまう。フリーキックになります。壁ですね。ここで、え？嘘。イーグルショットかよ。おっと、しかし石吹っ飛ばされた石崎くんがなんでいるんだ。蘇生が早い。パスは？あ、ここ美咲くんに渡せるわ。美咲くんに渡します。今1対1ですからね。美咲くん早い。まあもちろんガッツ減りますけどね。サイド美咲くんへ。サイド伊沢くんへ。お、でここ9番がゴール前で待ってます。二択に渡しましょう。さっと前動きを見ている。ヘディングシューツ。パッチングで防がれる。あー、これ相手にボールが当たってしまうか。松山君にボールが。ん？松山君誰パスすんだ。こぼれ球になる。敵は3番。戻れ戻れ。届かない。松山君にまた当たってしまう。また、なだれ攻撃。早いな、スピードがアップしてる。さあ、ロスタイムのみ。ワッツリターン。松山君に戻って、もうゴール前。これもワッツです。あと、スルーだ。だが、これは超えてしまいます。前半終了です。シャス試合再開です。とにかく相手をボールを防ぐことをまず考えましょう。1がな、松山君ワープするからな。
あ、釣りた。これシューツ。パッチング。これ玉になって、それは中山くんへ。さあ、松山くんが来ました。まともに相手しない方がいいです。今度は伊沢くんへ。いや、このままトラップです。あと敵の11番が来ちゃったか。これを滝くんへ。これ玉になってしまうが、敵を6番に渡ってしまう。これシューツ。当然パッチングで防ぐ。あ、希釈ナイス。だが松山君に渡ってしまっている。これシューツ。これはやばすぎやろ。おお、よく防ぐな。そしてまた敵を11番。これシューツ。決まってしまった。バランスを崩しながらも、2回のシュートを防ぐんですが、ゴールで再度リードを許してしまいます。さあ、後半もあと25分。伊沢くん、パスキャッチ。ここは美咲くんへ。で、美咲くんすぐに7番かな。三田くんへ、まあ、どっちでもいいんだけど。美咲くんガッツは387か。三田くんへ渡します。今度は新田くんが美咲くんとワッツです。こぼれ玉になってしまうか。おたきくんが拾う。美咲くんへ。これ作戦ですね。あ、ダメだ、こぼれ玉だ。さあ、滝くんが取り囲まれる。ここを美咲くん渡ってくれ。こぼれ玉になっちゃうか。かさえる。松山くんに渡ってしまう。さあ、岸田くんと石崎くんがつきます。反則を取られてしまいます。まあ、どっちでもいいや。必勝ディフェンスですね、松山くん。フォローかな。これだ。
オーバーヘッドキック、届きません、虚しい。バニタス、バニタス、決まってしまった。これは痛い。試合再開です。なんとかしてこれは1点返さないとね。もう自分で決めてやるっていう感じですね、美咲くん。まあガッツとの兼ね合いになりますね。一回これ9番へ。さあ高い防衛に動きを合わせます。一択ヘディングシュート、ちょっと届かないかな。いや決まった、なんとゴール。これは助かった。意外と新田くん信用していいかもな。普通のシュートだったんだけど、さああと12分です。後半はせめて同点へ。届かない。あー、なんだポケモンショック。さあ高杉くんと三杉くんがついた。タックル行きましょう。あと高杉くん反則です。反則ももう先方の一つっていう感じですよね。おっと超えられてるぞ。一作がついた。まあいいや、パスカットで。おっとシュート打った。届かないか。これ決められると絶望的になります。決まってしまった。痛い失点になりましたね。美咲くんに戻します。ワンツーかな、浦部くんと。8番届かない。決まりました。当然これは228か、ドリブルでかわします。そして今キスイクはここへ
でも日卓に託してもいいかもよね。1点差追加はまだチャンスあります。決めてもらいましょう。はやぶさボレーシュート、身構えてますね。あっとダメだ。いやまだチャンスあるが、敵をキーパー倒れている。誰か渡ってくれ。遠かない。よしよしよし、あかん、こぼれ球になって、でも伊沢くんが、敵をキーパーまだ倒れています。美咲くんへ、小井滝くんが、新田くんへ渡す。セッタリング、こぼれ球になるな、強いな。もういきなり新田くんに渡しますが、トライ、あ、渡った。嘘だろ。でもこのまま渡しません。シュート、美咲くんへ。さあ美咲くん、ボールを合わせる。あーでももうダメだな。ボレーシュートはできる。ボレーシュート、決まった。たとえあのリードで許し厳しくても、負けがほぼ分かってても諦めずに攻めるんだ。っていう感じですね。ですよね。あ、森崎くんと浦部くんがレベルアップした。うん、まあ負けてるからな。まあ、次回はまたフラウ高校の再戦ということになりますね。森崎くんがレベル11になりました。石崎くんレベルは上がらないし、タクが12か。
はい、ということで、今回も3試合お届けいたしました。まあ、前回に続いて富良野高校東邦高校との争いになったわけですが、最初の富良野高校戦は PK で勝利、そして決勝の東邦高校戦ですが、まあ、まだまだ差ありますね。ただ前回は2対6だったのが2対4とやや差を詰めているのは、良くなった点だと思います。特にやっぱり森崎くんですよね。何度ももうゴール前に来られながらも、これ富良野高校戦もですけど、たびたびシュートをパンチングで止めてますからね、貢献度はでかいと言えるんじゃないでしょうか。そして最後の富良野高校戦2回目は残念ながら3対4で敗れてしまいました。次回は再度富良野高校戦と行きたいところです。まあ、森崎くんらもレベルは上がりましたし、その上がったレベルで富良野高校戦に今度は PK じゃなくて勝って、東邦高校といい勝負ができればいいなと思います。次回はまあまだ東邦高校とは差はあるんで厳しいかもしれませんが、次回あたりにこの高校サッカー選手権は終わらせればなとは思います。ということで、今回ここまでとなります。ツイッチで配信を行ってきました。ツイッチアカウントフォローぜひお願いいたします。 Please my ツイッチアカウントフォロー Please、YouTube、でアーカイブ3日21時頃にプレミア公開でアップロード予定です。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。マイ YouTube チャンネルプレミアライブアップロード2 days after マイ YouTube チャンネルチャンネルサブスクライブドアンドグッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウント持っております。チャット欄にアドレス記載してます。ぜひアクセスしていただいてフォローいただければと思います。リポスト動画の、ポストのいいねもお願いいたします。TwitterX マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、ということでキャプテン翼2スーパーストライカーライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。